台湾独立研究連盟の日本本部の委員長でいらっしゃる王メイちゃんに一言お願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私たち台湾人も浅草が大好きです。皆さんが日本に誇りを持っているのと同じように、私たち台湾人も自分の国台湾に誇りを持っています。でも私たち台湾はオリンピックに台湾という名前で出ることを許されていません。チャイニーズタイペイという屈辱的な名前で出ることを強いられています。それは中国の圧力によるものです。でも私たちは次の東京オリンピックにはぜひ台湾の名前で出たいんです。自分の本名を名乗りたいんです。どうか日本の皆様、私たちを応援してください。私たち台湾人の一番の友人は日本の皆様だと思っています。私たち台湾人は日本が大好きです。どうか日本の皆様、台湾を助けてください。台湾人の気持ちに寄り添ってください。お願いいたします。どうか今日は署名をしております。署名していただければ、都議会の小池都知事に、都議会の方に対して東京オリンピックに台湾が台湾の名前で出るようにお願いすることになります。どうか皆様、足を止めて署名にご協力ください。よろしくお願いします。ただいまお話しいただきましたのは、台湾独立建国連盟日本本部の王明理委員長でした。王委員長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。それから先ほど台湾独立建国連盟副主席の新正海さん、お話をしていただいたときに、日本語の通訳をやっていただいたのは、やはり台湾出身のビレート交流会の代表のルビー・ワリスさんです。ルビー・ワリスさんは、台湾のチェレック族の出身でいらっしゃいます。ルビーさん、どうもあり